まず左側から篠原慎一です。主審藤原審判、両者身長差6センチ、体重差35キロ、小笠審判員がっちりと組み合えば篠原、鈴木がどういう組み手で戦えるのか。6分間の試合が始まりました。ともに左の組み手ですから、篠原としては大外刈りがこう非常にこう一番使える技ですね。そうですね、はい、引きつけて大外刈りに行きたい篠原です。今日は3回戦準々決勝と大外落とし、2つの一本勝ちがあります。逆に鈴木としてはどうでしょうか。内股大外が得意なんですが、そうですね、今出したような足技を使いながら崩していくっていう戦い方がいいと思いますね、はい、さあ篠原引きつけました。嫌がっています。あ、しかしがっちりと引き手を引いています。うーん、この圧力うまく回り込みました。この篠原の左手ががっちりと鈴木の奥襟を引いていますけれども、相手選手にとってみるとこれだけでもうかなりのエネルギーを消耗するらしいですね。そうですね、これで前に出てこられるとですね、本当もうものすごい重圧なんですよね、さあ試合が始まって58秒、両者技が出ないということで教育的指導です。有効以上のポイントで争われる全日本選手権。さあ今度はまず引き手から取ってきた篠原です。逆に鈴木も相手の引き手を取って奥襟を取らせないようにというところですが、そして足技を盛んに狙います。鈴木の足技もやはり篠原十分警戒しているようですね。そうですね、はい、篠原ここから奥襟を取ったところなんですけども、あ、審判止めました。あ、組み合わないということで両者に指導です。お互いに相手引き手を取って相手の釣り手を殺そうというところで、まあ、両者ともに動きが止まって指導になりました。さあ組み合った、うん、この組み手は篠原です。さあ鈴木苦しい、お、左足を飛ばした篠原、どうしても奥襟を取られるとですね、頭が下がってしまいますね、逆にこれが頭上がってると胸が合っちゃうんですよ、はいはい、鈴木としては非常にその間合いを保ちながら自分の組み手をどうやって組んでいくか。そうですね、足を飛ばした、はいはい、奥襟を取られないことと、足をいかに飛ばしていくかですね、今はちょっと手が顔に当たりましたか。2分11秒が経過しています。どこだ、右目のあたりに篠原の手が当たりました。そうですね、今年22歳になる鈴木啓司です。先ほどご覧いただいたように4月6日福岡で行われた選抜体重別では得意な足技で井上康生を破りました。しかしこの秋大阪で行われる世界柔道の代表には選ばれませんでした。試合後1週間は柔道が手につかなかったそうですが、しかし見事に調整をしてここまで勝ち上がってきました。さあ鈴木啓司、お、今度はいい組み方をしてるんじゃないですか。そうですね、これは鈴木啓司の間合いなんですけども、はい、うん、引きつけようという篠原、ここから攻めきれないですね。さあ技が出るか鈴木、うまく間合いを取っています。足を出したい、しかしじわりじわりと篠原が出る。篠原が、あ、うっすら、うん、ふわっと浮きました。篠原強烈です。篠原も無造作に前に出ていくと、内股がありますよね。相手を支えておいてふっとその手を外して、篠原の体が前に崩れるところに内股です。相手の力を利用した見事な技だったんですが、しかしこのあたりは篠原もバランスがいいですね。そうですね、はい、
さあ今のような組み方をできるかどうか。ちょうど試合時間は半分です。両者教育的指導から指導の反則まで来ていますが、さあ篠原の動きが速くなってきました。また受け入れだ。篠原の形。さあ鈴木頭を上げた。逆に小内刈り。膝をついた篠原。体重差35キロありますが、鈴木啓司の足技も破壊力ありますね。そうですね。今あの軽く横に揺さぶりながらの支え釣り込み足に逃げ目だったですよね。ああなるほど。さあ篠原もちょっとこの辺りうまく組めなくなってきました。ああ主審が副審を集めます。まあ、この辺りは審判もですね、はい、どういう判断を下すかというのは非常に難しいと思うんですが、どうしても篠原は組みたいところですよね、はい、でまた鈴木は絶対組まれないで足技を生かしていくっていう、はい、試合時間は3分39秒が過ぎましたが、立ち上がり篠原、はい、中盤鈴木、そうですね、はい、これからが勝負ですね。さあその前に審判は注意、両者に注意です。注意注意、両者に有効のところに一つずつポイントがつきました。しかしまだ両者並んでいます。さあ鈴木、お篠原が珍しくやや半身で組みましたが、うまく相手の釣り手を落としました。さあ今度は反則とも両選手戦わなくてはいけません。反則を取られないように相手を攻めていかなくてはいけません。さあ篠原、かなり強引に背中の首の反対側から取ろうというところです。待て、ちょっと篠原が狙いすぎてる点がありますね、はい、一発を狙ってるという感じですね。残り時間1分40秒、井上選手に敗れるまで篠原選手は平成10年から12年まで3連覇を達成しました。あ、その篠原が今痛めている足首のあたりを、畳の上に上がったドクターに、あ、このサポーターをちょっと巻き直したいんでしょうか、それとももう外してしまうということでしょうか。そうですね、あ、外してしまいました。ちょっとですね、はい、締めすぎてるので、はははひょっとしたらちょっとあの張ってるのかもしれないですね。あ、なるほど、はい、さあ残り時間まもなく1分30秒、鈴木が動き続けられるか、篠原は捕まえられるか。この形はまだ鈴木です。篠原の形になってない。お、逆に奥襟を取ったのは鈴木。内股、そして支え釣り込み足でぐらつかせるシーンもありました。いい組み方です。鈴木、あ、逆に大外刈り。篠原もすごい。もう一回だ。あ、しかしこれはうまく鈴木がかわした。あ、これを狙ってたんですね。なるほど、半身になりながらの大外刈りですね、はい、残り1分です。さあ両者足を飛ばし始めた。面白い、大外に行った鈴木。バーミンガムの2冠王に果敢に大外刈りをかけに行った鈴木。あ、そして足で、あでい、篠原も今うまくかけました。思わず場内から拍手。そうですね、いい試合ですね、足技の応酬。残り44秒から時計が動きます。さあ鈴木もいい表情になってきた。強烈な支え釣り込み足。残り36秒、大外、あ、篠原がしのいだ。鈴木が大外刈りに来た。こっから勝負でしょ、はい、はい、決勝進出はどちらか。過去3連覇の篠原か。あ、足を抱えてスピーディーです。これは大きなポイントです。残り17秒、ポイントにはなりませんでしたが、篠原を追い込んでいきました。鈴木啓司、22歳鈴木、初の決勝進出になるかどうか。さあ篠原は技が出るか。捕まえた。あ、しかし小内刈り、大外、
篠原引退をかけてこの大会出てきました。時間がない、旗判定にも連れ込みました。有終の美を飾るためにこの大会を選んだ篠原に旗が上がるのか。赤が上がれば篠原、初の決勝進出なるか。白旗上がれば鈴木です。